乗った。結構あれですもんね、うん、なんか探偵の左でも、うん、あんまさんが用意するって結構言われですよね。まあね、ね、行きやすいで行きやすいよね。鼻をよく食べてるよ、これ。30分ぐらい走ってますね。大衆さん、男性ですね。男性。なんか目的地が近い感じするね。そうですよね。さっきまで大通り多かったですからね。そうね。真後ろ怖いですね。ちょっと一回これミラー越しにそんな後ろ気にしとる感じはなさそうなんで、とは思うんですけどね。ここに来るまでね、そんな警戒も見られなかったんで、はい、とりあえずこのまま行こうっていうので。コンビニ行くっていうこと？出振ってる。え？来た。誰？あの女性ですよ。ああ、グレーの？はいはいはい。はいはいはい。お。乗る。あ、乗った。あ、へえ。はあ。助手席乗りましたね。乗ったね。夜釣り行くのに女性必要ないですからね。まさか友達とか釣り、でも釣りの服装じゃなかったよね、あれは。はい、スカートでしたね。へえ。行きましょう。はい。乗ったなぁ。もう。じゃ手振ってましたからね。ねえ。30代中盤ぐらいですか、あれ。あ、ほんと？この感じだった？なんかまあすぐ、コピーだった。知らないで喋ってる感じですけどね。ああ、ね、距離感普通にありますね。この、なんだろう、熱烈な感じではないね。はいはいはい、はい。いきなり抱きついてとかね。まあやっぱ不倫の関係だといきなり抱きつくとかもちょっとあるあるですからね。ねえ、なんかそういうイメージでいるけどね。はい、大体はだって、やっと久しぶりに会えたパターンが多いもんね。結構ベタベタするのが多いけど。だって危険を取って合ってるわけですから、リスクを取って合ってるってことは。そうねえ、それはちょっと気持ちもだいぶ入るだろうっていう。ですよね。結構あれですもんね、なんか探偵のその依頼でも旦那さんが夜釣り行くとかちょっとあるあるですもん、ね。まあね、行きやすい、一人で行きやすいよね。理由としてはね、それで心配するっていう方もね。そうね。ゴルフとかね。そうですよね。多いですよね。いや、すごい。僕ら男性2人乗っても揺れますね。確かに。いや、腹とよく軽いですよ、これ。今回。海沿い行くともう、遮蔽物なかったら。うわー、これ。風。台風来てるっけ、今日。いや、関東かどうかわかんないですけど、どこか来てますよね。なかなかだね、これ。なかなかよ、これ。左曲がる？左ですね。左曲がる？左だとどっちなんですか？左行くと辰巳とか。あ、でもこれもお台場の方面に行くのか。あ、そうなのか。行くは行くのね。東雲駅編ですもんね。そうだね、東雲駅。葛西臨海公園？近いですか？曲がったらね、これ右折レーンでしょ、もう。ほやってる？どうなんですか、公園っていうぐらいなんで。あの、観覧車とかあるところだね、葛西臨海公園って。ああ、
なんか早めにコロナだから閉まってそうですね。閉まるよね、それはね。夫婦打ちっぱなしとかね、ありますよね。ああ、そうか。はい、あ。それか、その海沿いで釣りするか。あ、そこなのかね。もしかしたら。だけど、あんなスカートで来るかな。関係ないのか、女性は。ねえ、がっちり。そんな別に釣りやるわけじゃなくて、応援しに来たぐらいのことなんですかね。あくまで釣りをするとしたらね。でもなんか釣りしといて何も釣れなかったで帰るっていうのはやっぱ一番怪しいもん ね。だから軽く一匹だけ釣っとこうみたいなことなのかね。いや、右行ったらこれまた湾岸で戻り方向になるけど、行くね、公園に。ああ、そういうことですね。公園行ったわ、これ。そうそうね、ちょっと追う準備だけしといてもらって、はい、まあこうやったら、まあ、駐車場入れるとは思うけどね、とりあえず。でも左が駐車場レーンで、今のレーンは駅、葛西臨海公園駅の方に行ってるんで。だけどあれ観覧車も動いてます、ね、動いてないよね。まさかこの風も強いしね。もうちょっと明るかったと思うんですよね。もしかしたら開いてないのかな。もうねえ、なんか電気がもうちょっとついてね。ね、確かに本当、あの赤いの1個だと飛行機バツってなってますね、駐車場。あ、本当。あ、じゃあ公園自体やってないってことですね。入れないんだな、もう。いや、駐車場も入れないってことよね。じゃあじゃないですか。だから17時までとかそんなんなのかもしれないです。分かんないですけど、一般車レーンを通ってるけど、でくるっと回りましたもんね。ちょっとゆっくり、そうですか、今すぐそこでしょ。あ、止まった。止まったな。じゃあ、ちょっと行きますか。うん。お、降りるのか。ちょっと様子見てみてもらっていい？もっと乗っとこう。はい、お願いします。何してた？なんか、女性が、なんか飲み物だけ1本買って、それで、あ、コンビニ乗りました。はい。あ、じゃあもう、そろそろ動くと思います。じゃあコンビニのためにここに来たってこと？いやー、まあ、葛西臨海公園行こうとしてて、空いてなくてコンビニ行ったんじゃないですか？あー。っていう感じでした。あ、ほんと？はい。はあ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 。じゃあ次どうしようかっていう、はい、練ってる感じ。女性どんな顔、感じというか顔、誰に似てるとかこう言うとしたらどんな感じ。かなり綺麗な方でしたね。あ、本当。なんかあのなんか綾瀬はるかさんみたいなほんわかした感じでしたね。めちゃくちゃ美人じゃん。はい、スタイルも良くてねえ、パンツもよく、パンツなかった、めくれても大丈夫なのにスパッツみたいな履いてるならば、あの釣りもあんのかなと思いました。あ、本当。スポーティーな感じでしたね。あ、本当。はい、へえ。いや、そうですか。3連休の ね、最終日にいいですな。いや、本当よ。我々休みで練習して本当よ。はい、汗びしょびしょで3連休ともこの尾行入ってるんですね。がっちりとがっちりめのやつがね、またね。あ、ちょっといろいろとね。そうよ。そうですか。頑張っていきましょう。いや、本当よ、本当。やっぱ祝日とかそういう3連休皆さん動かれますからね、対象者の方ね。そうね。そこ我々動いていかなきゃいけないですよ。本当よ、本当よ。でもなんかその女性の、じゃあさっきが女性宅とするなら、女性宅に行くわけじゃないっていうのがね、まず。なんか一番無難なのは女性宅な気がするんだけど、曲がるね。確かに確かに。もう曲がるよ。そうですね。もしも、まあ、女性がその独身なのか、そこも分かんないですよね。ダブル不倫の可能性も。なるほど。ねえ。うん。ちょっとそういうでも匂いがする人じゃなかった。ちょっと、綺麗だからルックスいいなという感じでしたね。曲がるってことはこれ、どこ
こだ？ロカス？ロカスふと？僕初めてですね、ロカスは。本当？結構有名なんですか？ロカスめちゃくちゃ有名よ。え、だいぶ前に来たやん。あのトイレ入った。ああ、の若洲公園の。そう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 。あ、そっかそっかそっか。あそこのおしゃれデートスポットになるんですね。そう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 。素敵デートスポット。ああ。そっかまさかトイレ行くかね。いやいやないでしょさすがにね、そんなブームないですから。いろいろとあのコメントが荒れた、ね、うん、本当よ、はい、コメントもね、そこも荒れてましたけど、いっぱい、まあまあ事実でね、そうよ、見させていただいてます、ね、そうですよ、ちょっとこうやって回りますよ。そうですね、そんなとこ来られるとなんかちょっともう警戒してないかと思うね。あ、あら乗っちゃった。